本皆さんこんにちは、霊夢です。マリサだぜ。さて、学生会第4話、いよいよ夜のお忍びなんだぜ。雨が降ってていい雰囲気出てるわね。ここで前回までのあらすじだぜ。夜の校舎への侵入を企てたヒロたちは、人手と撹乱のために仲間集めをするのだった。そして前回の最後に自殺した人の妹であるマナとゴリラと被害少女がお忍びに参加することになったところね。さっき不気味な感じで美しいって言ってたのこいつだったか。どっかメルヘンの世界に行っちゃってるわね。ところで、実はこの前にヒロの家でのシーンがありましたが。変な訛りだな。うっさい。なんでカットしたんだ？ウプ主が嫉妬のためにカットしました。どういうこっちゃ？雨で集まりが悪いようね。急に降ってきたんならしょうがない。何したとまでずぶ濡れだって？うるせえ変態。なんですと？女の子にこんな可愛く言われたら。興奮するじゃないの！うるさいわハゲ。ほらお前だけだぞ、変態。あら、ヒロが誰かと電話しているみたいね。これ亡くなった奴がいるのか。そもそも高校生で夜中に外出できる奴なんて少ないだろ。どうしたんだ変態。そっか、こいつマドンナ目当てで来た股間に刺激を求めるものだったわね。あまりの衝撃で日本語がおかしくなってるぜ。女子高生の夜遊びを気にしない親なんて珍しいし、これだけ集まるのもすごいじゃない。そんなショック受けるとは。見てみたいな沢さん。うよ、服を乾かすならぬがないとねー。ってちょっと、勝手に部屋分けないでよ。当然のことだぜ。ああ、我が夢の桃源郷が、遠ざかっていく。あ、私女だったわー。私にも貸して貸してー。どこ行く気なんだ。実況するぞ。今回のタイトルが決まったわ。トールくん、女になる。バカ言ってないで始めるぞ。さて、こっから操作できるようになるわね。なんだこいつ。冒頭でも変なこと言ってたし詩人じゃない。こいつは頼りになりそうだぜ。親睦会に参加してたなんて妬ましい。どこの橋姫だよ。出た紫が野獣に襲われた件ね。逃げられたようで何よりだぜ。ああいう女は誰かで構わず殴るからね。まったく恐ろしいもんだぜ。野郎の裸なんて見たくないわ。出た筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。ここに来てようやくわかったぜ。ほらね、ドウェイン・ジョンソンじゃなかったでしょ。いや画像出してたの霊夢やん。そんなことはさておきくじ引きでグループ分けすることになりました。こいつ男もいけるのか。男でもいけるようね、慎みなさい。パワー系がいて頼りになるわね。でもホラーゲームだから筋力関係ないだろ。それはどうかしら。左が遅れてくるようね。左ってなんなんだぜ、左かよ。こいつら知り合いなのね。だからあの時名簿見ていくことにしたのか。そりゃ高校生の息子に、ちょっと夜中の学校に侵入してくる、って言われて、ええよー、なんていう親はいないわね。なんだかマキ君たちは面白半分で参加したわけじゃなさそうだぜ。やっぱり股間に刺激を求めてるのかしら？邪魔ボケ。2周目突入ね。まだ待ち時間か。こいつ完全に中二病ね。ここまで重症のやつはもう手に負えないぜ。この人中二病被害者だったのか。頼りになりそうなやつだ。行動力のある変態ってこと。アクティブ・パーヴェルト。いい人だね。紫にしちゃ普通のこと言ってるぜ。つまんないやつ。まさに筋肉もりもりマッチョマンの変態だ。こいつ何言ってんだ。時間になったわね。今回の目的は、柏木里奈がどこで自殺したのか、第一発見者、もしくは学校と契約してる清掃会社の名前、警察についての何か。間に合ってないぞ。うるさいわね、ほっときなさい。くじ引きくらいでワクワクするな。ほら、ワクワクすっと。やっぱ本音は才賀と関わりたくないんだな。よりによって変態二人と一緒とは、かわいそうなんだぜ。知り合い同士なのにこうも嬉しくないものか。やっと始まるわね。神下大地なんて強そうな名前よね。適当につけた感がすごいけどな。なんだどの班がどこ調べるか決めてないのか。まだ高校生だしいいじゃない。こいつも面白半分できたんだな。こうやって一人になったやつからいなくなってくのがホラーの常套手段よ。この子が最初の被害者か。いいえ違います。違うのかよ。美女医のクラスなんて羨ましい。何か光ってるわ。お宝かしら。
なわけないだろ、ここ学校だぞ。どっかの部屋の鍵って、一年生が学校の鍵持ってるわけないっしょ。これはもう窃盗ですなぁ。熊だぁ。鈴ちゃんは霊夢と違って乙女だな。何を、私だって部屋に大きなぬいぐるみ置いて可愛がってるわよ。それ奥主やん。今度は何かなぁ。おにぎりでした。今度はガムだぜ。なんで金目のものが置いてないのよ。当たり前だろ、学校なんだし。さて重要な手がかりはどこかなぁ。やっぱ女子トイレかな。なわけないだろ。ほら軽蔑されてるぞ。軽蔑がなんだってのよ。それぐらいで諦めちゃってこの育児なし。ここが犯罪者と線引きできるところなんだな。ちょっとそれどういうこと。お前は無所にぶち込まれてろ。あーん、あーんじゃねえよ。一回までカットだぜ。冒険心がなってないわねー。私なんてサイコブレイクやってから LED ランタンを常に持ち歩いてるのに。子供か。子供はサイコブレイクなんてやらないでしょ。わらわら。そこじゃねえよ。じゃあ私たちもリンちゃんなうって呼ぶね。いやリンちゃんって呼べよ。どこもかしこも鍵がかかってて話にならんぜ。そりゃ探索ゲームよ。そんなに簡単に話が進んだら面白くないわ。立ち止まってどうした。宝探しよ。は、いきなりガム渡されたんだけど。まあガムかメバ脳の働きが良くなって反応が良くなるっていうし、眠気覚ましにもなるからもらっとけ。そうか、ここが自殺現場ね。花束が置いてあるぜ。あいつ、普通に喋れたのね。普通の教室には何もないな。せめて財布でも落ちてればいいのに。おまわりさんこいつです。鍵返してなかったのか。窃盗やん。でも美術室なんて来ても何もなさそうだけどね。マジかよ。ほらね、私の言った通りでしょ。この絵はピカソとゴッホの最高傑作よ。冗談じゃねえか。そんなことよりラッセンガッスッキー。そんな寒いギャグ事項どころじゃないぞ。誰よこんな落書き。霊夢そっくりだな絵のモデルにでもなったのか。私そんな単純な顔してないわよ。埴輪だ。埴輪ね。おっとここで強力な武器を手に入れました。学校ならどこにでもあるでっかい定規だぜ。武器ってこんなんで戦うのか。まあ私ならお札使うけど。お前に使うほどのお札なんてないだろ、この万年貧乏巫女。言い間違えたのよ、ゴフよゴフ。ってことで進展がなかったのでカットしました。途中でサイダーとかおにぎり拾っただけだもんな。教室に置いてある得体の知れない食べ物をよく拾い食いしようと思うわよね。地蔵に備えてあるいつからあるかわからないむき出しの食べ物を食い漁ってるお前には言われたくないぜ。しょうがないじゃない、こっちは死活問題なのよ。そんなこと言うなら賽銭入れてきなさい。それよりもヒロたち職員室に入れないみたいだぜ。ドアを壊すわけにもいかないとなると侵入が困難だぜ。ここは謎解きね。この頭脳明晰霊夢さんに任せなさい。おそらくどこかにスイッチがあってそれを押すとってなって開くわよ。なわけあるか単細胞。じゃとりあえず校長室行きますか。投げたな。だって超久しぶりにやるからどうすればいいか忘れたんだもん。このヤンキー飛んだ爆弾発言してるぜ。では超倍速で校長室に行きますか。着きました。もう先に3人が来てるから任せればいいんじゃないか。いやきっとこの頭脳明晰霊夢様にしかわからない仕掛けがあって。いやもういいよ、ヒロだってこいつらに任せればいいなって言ってるじゃん。信用ならん。いや主人公の親友だろ、信用しろ。やっぱりこの頭脳明晰霊夢信じゃなきゃ職員室の謎が解けないようね。どこかにスイッチがあるはずよ。ほざいてろ。おそらくそれなりの重さじゃないとスイッチが反応しない仕掛けになってるのね。マリサの体重ならいけそう。走行してるうちに窓が出てきたぜ。なんですって。いやそれでも開かないはずよ。謎解きしな。開いたぜ。手慣れてますな。奴はきっと常習犯よ。私が技を伝授したわ。なんでアリスが。そんなことより前回決戦がどうのって言ってたのに全く戦ってねえじゃんか。そうね、決戦の幕はあと4個は後に下ろされそうね。だいぶ後だな。それほどこのゲームがボリューミーってことよ。それはいいが最近アリスの出現率高くないか。また私つけ回されてるんだぜ。いえそうじゃないわ。単純にウクムシが最近旧作アリスのテーマ曲不思議の国のアリスにハマってるだけよ。なんだそういうことか。それよりやっと話が盛り上がってきたわね。もう4話目だぜ。ほとんどの人が1話目で合ってるだろ。単純に実況初心者で下手っぴだからかも。それでも継続して見てくれてる人がいるんだぜ。こりゃ失踪なんてできないな。次回からもっとホラーらしくなるので楽しみにしてね。ちなみに今流れている曲が幽閉サテライト様による不思議の国のアリスのアレンジです。それではバイバイ。